私も多分今年が人生一病院行ってる感じがします、うん、今年はあの人生一行ってます。多分人生ずっと行ってるの今年全部行ってる感じ目の手術しましたよね、うん、あの結構大きな手術で、うん、あの私はもうメガネの生活からフリーになってるから、うん、もう本当に手術してよかったと思う、じゃあ何ヶ月経ってますか。今も 10ヶ月ぐらいかな、うん、誕生日頃にやったので、うん、もう10ヶ月ぐらい、もうめちゃめちゃいいです、うん、おすすめしたい。めっちゃおすすめするし、変わってるのは本当に夜ちょっと疲れるとこうぼやーく見えるのと、ちょっとね乾燥とかはあんまりないんですよ、うんうん、よかった。あとただ目がめちゃめちゃいいんで、物を見るときにこう苗はこれで見れたのね、うんうん、ちょっとこのぐらいで見る、老眼じゃないけど目がめっちゃいいからこう見れなくなっちゃう。そうそう、うん、で実際私に10回以上おすすめして、もう分かったよっていう感じで、いやもう本当におすすめしてますし、まあ結構、まあ、病院の話が出たからね、うん、そういう話もあるし、あと皮膚科もね確かに病院なので、うん、今年はもう結構行ってますね、うん、乾燥する時するこの時期おすすめのスキンケア法ありますか、これだけは絶対するよってことあれば教えてください。あのラピリンさんの質問ありがとうございます、うん、まあ多分 J ちゃんへの質問だと思うんですけど、私先に言いますと、あの皮膚科行ってるじゃないですか、あの元々の肌がもう全然スキンケア一つも塗らない、釣りとかキャンプとかで紫外線にすごい露出されてる人間で、いろいろ塗り続けて肌が良くなって、うん、今日もお会いした方が肌めっちゃ綺麗ですねとは言うんですよ多分男性の中では結構いい方かなと自分は思ってます、この年で思ってます、うん、いい方だと思ってる。肌の状態で十分に病院行かなくてもできるのってあります、うん、針おあと白くなる美白、うんうん、あと小じわ消す、これ病院行かなくてもある程度できる気がします。私はそうそう、まあ、皆さんいつもね重要だと思ってるポイントです、ね、で今一番いい質問なんですが、うん、乾燥しない、この乾燥はいろいろあります。私は乾燥を前は乾燥してたのに、うん、なんかあるじゃないですか、乾燥してるから余計に油が出る、で自分が脂性肌だと勘違いするとかあるじゃないですか。なるほど、うん、であるけど今はすごい乾燥するんですよ。あの季節がもう寒いっていうのもあるし、韓国とか余計に寒いから肌がこう慣れる時間がないんですよ、うんうん、韓国はだって1ヶ月1回とか1週間行くので、あと皮膚科行くじゃないですか、うんうん、皮膚科行ったら必ず綺麗になると思うでしょ。これちょっとこう語弊があるんですよ、半分はあって半分は間違いなんですけど、うんうん、ずっと私はあのいいものを使ってるじゃないですか、うんうん、あの結構いいものを使おうとしてて、使い方も朝と夜分けて、夜塗ったやつはまあ栄養取ってまた塗ったりこう、あとあの絶対乾燥しないようにこうベースとか塗る時もあの結構気をつけてあのやったりします。昼もできればあのテニスやったりするので一回こうシャワーすると、うん、だから結構綺麗な状況は維持してると思うんですよ。それで皮膚科行ってきた次の日からどうなるかっていうと、うん、めっちゃめちゃ乾燥します、うん、あの皮膚科は問題があるっていう時に行ってなんかこう薬もらったりはするけ ど美容目的で行く人いるじゃないですか。白くなりたい、元気になりたいっていう人が、今自分の肌が例えばひどい乾燥、あとはまあひどいなんかこう 赤く腫れたりとかっていう人は皮膚科行って、美容皮膚科行ってもダメな気がします、うん、私から見ると元気な状態で行ってダメージ食らってくるので、これをまた1ヶ月ぐらいに頑張ってターンオーバーさせるんですよ、うんうん、回復させていく。だから私も今結構乾燥しててすごい気をつけているけど、だいたい3週間後にすごい良くなります。だから今よりも多分、今私あの施術して1週間なんで2週間後にすごい綺麗になると思います。なので1ヶ月1回ぐらいの皮膚科がいい。ただこれはすごい真面目に管理をした後ね、なのであの自分がどういう肌なのかをよく考えた方がいいですよ。で、あの今の乾燥肌っていうことでちょうどいいアイテムがあるんですわ。あ、私行ってる病院がアイビジュっていう病院、皮膚科で、あの日本語の対応もできて、うん、日本あ有名ですよね。日本でもだって日本語で予約ができるし、あ、そうなんです。はい。あと明洞のところじゃなくて今カンナムのところが、うん、あのできたんですよ。できたばかり。1ヶ月ぐらい、2ヶ月かな。なのでオープンぐらいの時から行って今通ってるんですけど、まずこう針でやるポテン剤あるんですよ。もちろんすごいでしょ皆さん、6ミリぐらい入るんですよ。5、6ミリぐらいピュンずっと25本ぐらいの針が全部こうやって入って血も出たりするじゃないですか。つまりここでまあ治そうとすごい頑張るじゃないですか。でここになんか薬塗ったりする人いないでしょ。で次の日からは紫外線で外出れない人間って、うん、まあ出なかったらいいけどほぼ出るって仕事したりするじゃないですか。だからそこで塗るケアってすごい大事なんですね、うん、そうね。あ
と何をしてもすごい乾燥します。かさぶたはできないけど、私はそういう原理かなと。皆さんここに傷ついて、これかさぶたできたのに、かさぶたって硬くないですか。この上に本当にバンドエイドを塗らない限り硬いじゃん。めっちゃ乾燥するって考えればいいと思うんですよ。だから乾燥するのね。であの時に無理やりこう角質を取ったりとかすると、うんうん、あとあんまり触ったりすると良くないんで、ね、ここでのケアがすごい大事だと思います、うんうん、だからアビージュイ病院で作ったものはエルツティンっていうブランド。エルツティンっていう意味は、ドイツ語でジョイっていう意味です、うん、女性の医者さん。エルツティンの中で一番高級バージョンですね、うん、日本の伊勢丹で販売をしているっていうことで、私がこれ良すぎて、うちのお母さんにもこのあの、うん、選手を渡してて、お母さんがつけた瞬間にこれやめっちゃいいじゃんって言ってたじゃん。やっぱり高いのはよく知ってるんだよね、うちのお母さん。あの香りもいい、あの基本的な概念すべてもう凝縮されている結合体なんですよ、うん、あと乾燥しません。本当唯一乾燥しないって言ってもいいぐらい、まあ他にもあると思うけど、私が知ってて この値段でこんなにいいパフォーマンスって、うん、そうそうそう、まあビーガンでも何もないですよ、これ化学成分じゃないですか。だからやっぱり病院で作ったものが施術後、あとすごい乾燥してる、そういうトラブルがよく出てる人なのに栄養を与えてちゃんと肌を元気な状態にするもの、コスメ界の、まあ、人参みたいなもんですよ。古来人参みたいなもんです。本当に魚で言ったらうなぎみたいな存在だと思うエルツティンは。うん、うんうん、だからそれを使っていて、ただ値段がすごい高いんだよね、うん、ちょっと高いね。でちょうど今あの私が今運用しているあのオンラインショップルアボーテがちょうど1年ぐらいになって今1周年イベントしてるんですね、うん、なので皆さんが今安く買うことができます。あの皆様サイト分かりますよね、多分リンクあると思うんですけど、今1年のイベントでまた連絡したんですよ、ね、連絡してちょっと安くできないか、安くできませんかって。で今回あの絶対割引しないものがこの前は 20% ぐらいの割引をして、で今回は全品 30%。 おーつまり1万円ぐらいのいいものが7000円で買えちゃうねっていうことなんですよ、この高級ラインがね、うん、だからヘラとかのファンデとか7000円じゃないですか。うん、だからあの今すごいいいチャンスだと思う、皆さんが買いだめするには。しかも前と同じで2万円以上だっていいものだからすぐ2万円いっちゃうんですよ、2つ3つだけ買っても、うんうん、買ったら8800円ぐらい相当のこのこれお母さんにもプレゼントしたら、これちょっといくつか送ってくれないかって言われて周りに全部プレゼントしたいって、これめっちゃ高級じゃないですか。でこれ8800円ですよ、このキットが、ね、全部入ってるのね、アンプルからアイクリーム、あとナイトクリーム、うん、もうトナーとかあのマスクパックとか全部、うん、それもらった本当に嬉しいと思う。これ8800円なんですね、うんうん、でこれを全員にプレゼント、うん、買ったらだから 30% にいつもここ割引してくれないけど、そう1周年っていうことでちょっと、ね、前から見てた方は分かるかな、うん、私が多分アビジュいいって言ったからだと思うけど、うんうん、別にお金もらってるわけじゃなくて、本当アビジュがいいからなんですよ、うん、なのでそういうのも言ってくれたりしてるので、うん、これあの数の限りがあるかもしれないので、皆さんちょっとお早めに